次、面白い逆襲。逆襲に面白いなんてあるんですかね。やってみましょう。いきます。面白い逆襲。あ、Pスイッチが落ちていったけれど、あいつが逆襲してくるってこと。あ、カメが落ちちゃって。え、ちょっと待って、俺がなんかさ やったみたいになってる。君たち自業自得だからね、全部。俺は殺したわけじゃないからな。あ、今のは俺が殺したけど。あ、キノコ、キノコがある。これ P スイッチで消されるとかっていうわけではないのかな。あ、なんか来た。あぶね。あー、草当たっちゃう。ワッフーしたかった。あぶね。これは走り抜けた方がいいのか。走り抜けられる。おら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 、大丈夫。オッケー、キノコ出てくる。あぶね。何すんねん。あぶね、あぶね、たくさんの命が。あぶぶぶぶぶぶ、怖いところが多すぎ。これ絶対 P スイッチ来るよ。あ、来なかった。あれ、逆襲っていうぐらいだから足場が消えてってかと思ったけど。何遊びたい遊びたいって来てるんだけど。やだよ、悪の権限の息子と。なんで俺が遊ばなきゃいけないんだ。お母さんに禁止されてるんでやめます。ママ友同士のつながりって根深いんですからね。よく覚えておきなさい。次、最果てのいてついた宮殿、パレスウィッチフローズ。エルサを根絶やしにしたいと思います。いきます。最果てのいてついた宮殿、パレスウィッチフローズ。お、にらめっこを始めまして、これは 100% キノコでしょう。このいてついた大地に降り注ぐ生命、素晴らしい。大きくなって、お、なんだろう、死者の町みたいな、そんな感じなのかな。氷によって生命は途絶えてしまったみたいな、そんな感じ。その大地を荒れ狂うマリオ、こんな感じ。あ、花が咲いたよ。ということ、植物が生存してるんだけど、寄生植物までいるわけだからね。生命は一応いるってことなのか。全ての生命が途絶えたっていうわけではないんだね。まだ一部の望みがあると。よし、でマリオは一体何を目的にしてるんだろうね。別にピーチ姫がこの先にいるわけでもないのに、なんでこんな無駄な挑戦をしているんだろう、この人は。よいしょと。もう暇なんだろうね、マリオも。ピーチ早くさらわれてくんねえかなぐらいの勢いで。ピーチがさらわれた時より一応訓練でもしとくかみたいな、そんな感じのノリなんだろうな。まあそうだよね、マリオって配管工って言ってるけど、配管工の仕事したことなんて一度もないしね。基本ニートなんだろう。多分仕事辞めたんだろうな。ピーチ助けすぎて勤務日数が足りなくて辞めたみたいな、そんな感じなんだろうな。あ、なんか射出された。だって幽霊が射出される銃ってどういうことなんだろう。これとか、そこも出てくるよね。これ下行けるかな。行けるけど行ったら戻れなくない。大丈夫、戻る必要ないかな。あ、お、危なかった。死ぬところだった。死んだかと思ったわ。よかった、夢で。さあさあ、お、え、これもしかして出したらパフって消えるパターンじゃないよね。大丈夫だよね。あ、鍵だ。これ進むのに必要な鍵なのかな。だったらここ絶対来なきゃいけないのかな。それともボーナスステージに繋がる鍵とか。ここ戻れるの、そもそも。え、いけるか。あの右上のテレサが行った後に、ほっ、あ、ギリギリ届くんだ、素晴らしい。さあ、で別ににらめっこしててもね、動くわけじゃないからね、こいつら全然余裕で。これファイヤー、ナイスファイヤー、いいじゃないの、予想通り。さあ、ファイヤーを取って、結構ね、あれだね、多分ブロックの中に隠れて、あの、温まってたんだろうね。だからこう生命は途絶えなかった、そういうことなのか。なんで化学兵器があるの。この化学兵器によって人類は滅んだとか、そういうことを示唆してるの。怖い怖い怖い。あれ、砲台に乗らなきゃいけないとか、そういうのはないよね。さすがにそんな高等テクニックを要求されることはないとは思うけれど。ゴール来た、これ。え、待って待って、ゴールの中にすごい地味もおるよ。え、扉があるよ。扉行った方がいいよね、これは。絶対行った方がいいと思う。入ります。なんかボーナスステージ。星的なものがあると思う。星的な、スター的なものが。最後のご褒美、ちょうだいな。え、ゴールできたのにまだ続くってどういうことなの。え、鬼畜しよ。ちょっと待ってよ。なんで鍵手に入れたのにご褒美じゃなくて苦行が待っているの。そんなのずるくないか。ちょ、落ち着いて。ちょっとこのファイヤーバートの感覚、ちょっとずるくない？ちょ、自分でもびっくりするからやめてよ、そういうボンミス。ありえないタイミングで落ちちゃったよ。これむずい。ほ、オッケー、完璧。さあ、右側に縮小したり増えたりするのやめろって、それ膨張、何？あ、初めて見た、その形、びっくりしたわ。そういう出方もできるんだね。新たな発見だわ。あれか、マリオメーカー、長いことやってるけど、そういう新しい発見もあるから楽しいよね。葉っぱが出てきたよ。草生えるわ。これは、あ、上下上下のタイミングなのかな？ってことは、ここで、ここで、あぶね、あぶね、あ、頭の上に、頭の上に、ふっ、届く気、早っ、あそこで素直にゴールしとけや、こんな苦労はしなかったのにね。よいしょ。で、落ち着いて、もう上のテレサ、クセじゃん、クソ邪魔だな、これ。これ、あー、そうなっちゃうか。タイミングクソ難しい、これ。危ね、今のギリギリだった。上からも来る。ほっ、よいしょ。
マジかよ、マジかよ。ちょっと待って、テリさんの動きを見極めなきゃいけない。あぶねえ、危ねえ、超危なかった今の。ちょっと待って、上からも下からも来る。これどうやって行けばいいの。ちょ、クソ難しくねえか、ここ。クソ、あそこでゴールしとけばこんな苦労せずには。すんだの。遅っ、ちょっと待って、遅っ。よいしょ、オッケー。やっぱ尻尾マリオじゃないとだいぶ楽になるな、動きが。尻尾マリオだとなんか感覚がね、ずれる。これは下から行けばいいのかな、行けるか。ほっ、オッケー。なにこれ、バネに乗って、氷に乗れってことね。むずっ。ここ。ほっ、完璧。そういうことか。テレサの間をくぐり抜け、パックンフラーを避けつつ、もうドックンドックすんなよ、めっちゃ緊張するから。そういう演出やめて。お、次いける、次いける。あっ！ほら！よっしゃーあ、影隠し？まだ続くの？ちょっと待って、ゴールじゃねえんだ。俺もうゴールの消えた。ただ、トゥッテルって、ボスがいるってこと？どこにボスがいるの？カメか。ちょっと待って、上行けねえじゃん。どうすればいいんだ。影隠しがあって、これ上にできないもんね。上に、あー、取れちゃった。取れちゃったらまずい。取れちゃったら非常にまずいんで、かぶって。これどこ行けばいいんだ。上って書いて、あ、上の、あいつらを倒して、あれじゃない、何かゲットするんじゃない多分。鍵的なものがあったりとかするとか思うけど、このカメックの攻撃はすげえいやらしいな。よいしょ。ないか、あそこの鬼畜なギミックを抜けた後にこういう鬼畜要素があるってどういうことなの。ファイヤーを避けつつ、ちくわブロックでこれで入るんじゃない。これでどう、あ、戻ってきた。あ、そっか、ここから来たの。しまって、余計なことしちゃった。そうだ、入ってきた方向は忘れてたわ。これでやっぱりテレサを倒して鍵をゲットするんだね。だからこれ避けつつ、避けゲーしつつ、倒しつつって感じだね。あ、また待って、見る方向が多すぎてこれ絶対無理だわ。大丈夫、今の俺なら一回当たってもトゲメットが被ってれば死なないからね。大丈夫、2回連続で当たらなければ何回でもやり直せる。頑張れ俺。落ち着いて踏んでいって、あれ全部倒してる、あれ倒してるけどな。あと何匹いる。右側か左側のやつ倒すとかそういうわけではないよね。あれもう倒したんじゃない、全部。まだいる、上って書いてあるけど。あって、いた、そいつか、やった、で、倒して、鍵をゲット。もう、めっちゃ大変、ゴールさせて、ゴール、わーわーわー、あ、キノコが生えたよ、尻尾生えたよ。前にも後ろにも太いのが生えて、スタート。来た、これ。なんだったんだよ、この苦行はよ。こんな苦労しなくてもよかったのに。すげえ頑張った、俺。でも実況者として、鍵があったら入らざるを得ないもんね。頑張りました。ありがとうございます。19 。